ブヒブヒブ、こぶたニュースのお時間です。今回はテクノロジーで乗り切れスマート農業というお話です。日本の基幹的農業従事者数は年々減少し、2015年176万人だったものが2020年には136万人になりました。高齢化も進み、さりとて人手は必要なので、外国人人材を受け入れてやりくりしています。2017年には 1.7 万人だった外国人人材は、2019年には 3.9 万人と2倍強に増えました。このような状況を打開しようと掲げられたのがスマート農業です。ロボット技術や情報通信技術 ICT を活用し、省力化、精密化、高品質生産の実現を推進する農業を行っています。農業が楽になり収益性も上がれば、若者の収納も増えるだろうと期待されています。作付け、コンバインやトラクターなどの農機の通信システムを利用した遠隔監視下での自動走行をレベル3として、現在はレベル2の有人監視下での無人走行までが実現しています。水田の管理、水田はセンシングデータをクラウドに送り、サーバーで管理し、気象状況に応じた水管理を行い、モバイル端末によりバルブの開閉を遠隔自動制御で行います。生育状況の管理、衛星やセンサー付きのドローン、追肥作業機を使った育成状況の確認により、適切な肥料散布を行い、作物の品質と収穫量の向上が期待できます。機械学習、収穫など熟練の技も機械学習により、技術の継承や習得の期間短縮が可能になり、新規就農者や多様な人材が参画しやすい環境になりました。また現在研究されているのは、病害虫の発見、分析、対策の提供、トマトやキャベツのロボットによる収穫などです。とはいえ、これらの自動化装置はまだまだ高額であり、課題もあるので、作業時間は減少しても総合的には利益も減少するという結果になっています。政府は2025年までに課題の解決と、農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践できるよう支援策を充実させていく方針のようです。頑張れ日本の農業と思った人はチャンネル登録よろしくです。ブヒ、それでは皆さん、また次回お会いしましょう。